世界で一番売れてる日本人アーティスト、ジョージ。そうなんよ。みんな知らんやろ。実はビルボードで1位取って、もう BTS を超えたっていう、もう伝説の日本人がおるわけよね。しかもつい最近、去年の半年前ぐらいかな、まだ。ね、本当に曲出して、ずっと1位で、本当にジョージっていう日本人なんよ。でも日本人は誰も知らんわけよ、ジョージっていう人。けどアメリカではみんな知っとって、俺インドネシアとかにおったっちけど、インドネシア人とかみんな知っとって、本当にすごいわけよ。けど、実はジョージってもともと、ピンクガイっていう、なんかちょっと、本当に過激な YouTuber やったわけよ。本当に誰もから、なんだあいつって、もう本当にアンチとかも湧くぐらい、なんか本当にちょっと行き過ぎた、もと、街歩いとう人とかに、うえーみたいなのやって、もう、なんか最近 TikTok でこうやって終電間際の人を邪魔するんでみたいな炎上しよう。TikTok がおったんや。ああいうことをずっとやりよった。もう本当になんなの、街でこうやって、あの、フードコートとかで飯食いよう、ね、人たちがおるやん。そこの、フードコートのテーブルに、なんてこのタックルするみたいな、そういう迷惑系の YouTuber やったっけ、もともとジョージってピンクガイって言うんやけど、で今1位になったわけよ。なんか俺はそっちの方が夢感じるっていうか、そういうやつの方が好きっていうか、曲だけで当たった人より俺はどちらかというと、なんかなんやろな、うん、なんかそういうの結構心打たれるタイプやね、割と。うん、ピンクガイって調べたら分かると思う。昔もう本当に超下品な、もうちょっと TikTok ライブではとても言えないような超下品な歌とかも歌っとって、しかも日本語で。本当にみんなももしかしたら聞いたことあるかもしれん。もう本当にそういう曲。うん、で、過激なことやっとって、なんか俺は本当にすごいだけにジョージのことめちゃめちゃ、確かに好きなアーティストいますかって聞かれて、特にいないですって言ったけど、ジョージとか逆にめちゃめちゃリスペクトしよう。うん。なんか、本当はジョージって、好きな曲やりたかった、やりたい曲があったよ。でもジョージのやりたい曲って結構暗い感じのなんかこう曲やったんよね。で普段やっと YouTube で人気になってしまったっけ、その YouTube が超過激でうわーみたいな感じだったわけよね。で音楽専念したいんだって言って、そのピンクガイってうわーってふざけとった YouTuber やったけど、いきなりジョージって名前に変えて曲出したんよね。でもそれ自分が本当にやりたかった曲やったよね。でもそれがあまりにも受け入れられんすぎて、バット評価ぶわーついて、お前はいいからピンクガイやってろと、お前はいいから過激やってろと、もうがっかりした、ファンやめるわって言って、もう大ブーキングやったわけよね。自分のやりたい曲やって。で、本当はこの曲やりたいけど、これじゃダメなんだって言って、そのジョージって活動、っていうかそういう路線やめて、ピンクガイに戻ったわけよ、過激な方に。うえーみたいな。で、そのピンクガイでふざけた曲を出しよったわけよね。でも多分本当にやりたいのはこっち側の曲じゃないけど、ピンクガイでみんなが求めとるような過激なふざけた曲をずっとやりよったわけよ、ジョージって。みたいな、もう本当に、そのエロい曲とかやっとって、でもやっぱやめるって言って、自分のやりたいことじゃないかも、みたいな。ちょっと間違えてたらごめんね。でもそんな感じなの、ジョージって。で、やめるって言って2年間ぐらいやめとったわけよ。で、やっぱり俺は、ピンクガイじゃなくてこういう曲やりたいんだって言って、その曲をやったわけよ。そしたらそれがビルボード1位取ったわけよね。ほんと2年ぶりぐらいに復活って言って曲出して、それがもうジョージみたいな、おかえりみたいなっていう、はい、まあちょっと間違えとったらごめんね、ジョージの話。まあでもそんな感じだよ、ジョージって。だけど俺はすごい刺さるな、ジョージすごい。そう、レペゼント通じるものがあるねって書いてあったけど、そうなんよ。そう、なんか俺は特に去年それ刺さったな。俺は海外で売れたい。もう最悪日本でオワコンって言われたとしても、もう日本人からあいつ終わったなって言われたとしても、それでも俺は海外で当てる自信があったし、絶対海外で有名になって日本人たちを見返してやりたいんだっていう気持ちがすごい強かったけん、海外で当たってでっかくなって世界中でビルボードと取って、世界中のドーム埋めれるようになって、そして日本に帰ってきてやろうとね。ほんで世界進出なんて絶対うまくいかないよ、お前ら才能ないよとか言っとったやつで、世界進出失敗だとかって言いよったやつを見返してやりたい、結果で黙らしたいと思っとったけん、なんかこう、けどやっぱファンはさ、日本に帰っておいでとかさ、なんかこういうの求めてるわけじゃないと、こういう曲やってほしい、誰もインドネシア語の曲なんか聴きたくないよとか、そう昔みたいな過激な動画やってくれとか、なんかすごいその自分のやりたいことと、なんかこのちょっとギャップに挟まれとった時があったよね、去年は特に。うん、だけどジョージのなんかそういう、なんかジョージもそうやってね、世界一だったけんさ、本当ジョージって本当世界一だったけんさ、そうなんかちょっと通ずるものがあるっていうか、別に俺は世界一に全然慣れてもないけど、まだ全然っていうのありました。はい。